エドワーズが入れ替わるように出てきます。そして中へ、これは秋田には触っていない。ザック、古川もらう、古川打ってくる、スリードか、来ました。宇都宮タイムアウトです。これで完全にもう遠藤はザックのスクリーンに引っかかっていました。エドワーズ選手も分かってすぐに反応したんですけどね、これは決めた方が上ですね。ニュービルトップの位置、少しずれる前、カーターですが、ニュービルスクープショットはカーター、ファウルか、アウトオブバウンズか、ファウルか、ファウル取りました、フリースローです。もう1回サイン出し直して、長谷川に比江島、プレッシャー、来ましたね、ターンオーバーになります、ノーファウルで奪いました、比江島とフォトゥ、もう3は考えずに2でいいですよね、これ、おっと、打ってきた、リバウンド、もう1回ニュービル。秋田タイムアウトはかけない。ただここでザックに激しいプレッシャー、もう一回古川に激しいプレッシャー、ザックブロック、これもノーファウル。そして外は遠藤だ、きたー、タイムアウト取りましたね。秋田タイムアウトです。3、2発でまた逆転に成功した宇都宮。またアタックのところ吹いてもらえないですね。さっさこっちはテクニカルなんで吹かねえんだって、またブラスウェルアソシエートコーチも出てきて言っています。で今の遠藤のスリー、今日1本も来ていなかった、ここまで3分の0だった遠藤。古川トップに位置が出てくる、古川どうするか、アタックに切り替える、あっとザック、よくつなぎました。どうですかね、宇都宮フロントでやりますかね。残り33秒で、どっちみち秋田には9秒残り、宇都宮は時間を使って点を取りたいところ。10秒、9秒、遠藤がパッとしていきますが、ニュービル打ってきたー、あっと、ただフォトゥ、あファウルがあったか、ショットの前ですけどフリースローですね。ただもう秋田はタイムアウトがないので、さあ自分たちでどう解決するか。2本入れたいフォトゥ、シューティングじゃない限りはファウルを使ってもいいという状況でもあります、2本きました、で田口が中山にプレッシャーかける、ターンオーバーになった、比江島に対して古川のディナイですが、フォトゥのフォーのキック、ただ比江島、逃げることを選択、ザックはファウルアウトです、もう1本決めて2本目をわざと外すというのは、この時間ではできません。ただレーンバイオレーションがありました。遠藤ファウル、いや長谷川打ってきた、中で打ってきた、試合終了、85対82、宇都宮ブレックス。